上岡鉄道上岡線。上岡線は、富山県富山市の井の谷駅から、岐阜県日田市の奥日田温泉口駅に至る、上岡鉄道が運営していた、鉄道路線である、日本国有鉄道、国鉄の特定地方交通線、上岡線を1984年に引き継いだもので、2006年12月1日に、全線が廃止された。本来、 上岡鉱山から産出される、阿炎鉱石の輸送が目的の鉄道であり、改正鉄道不設法別表にも、制定時から富山県井の田により、岐阜県船津にイタリル鉄道として掲げられている。鉱山へは、1922年に期間 762mm、後に 610mm の上岡軌道、専用鉄道、後に、 地方鉄道が本路線の川を挟んだ対岸から通じていたが、本路線の開業とともに1967年にその役目を終えている。高原川沿いの急峻な山間を走るため、全線の64%がトンネル、または橋梁という山岳路線で、路線環境も良く、奥飛騨の地下鉄とも呼ばれていた。1984年に国鉄から、 神岡鉄道へ第三セクター鉄道として転換された後も、神岡鉱山からの硫酸輸送を行ってきたが、神岡鉱山を運営する神岡工業がトラック輸送に切り替えたため、2004年10月15日限りで硫酸輸送を終了。同年12月31日限りで貨物営業が休止された。収入の7割以上を締め経営の柱であった。 貨物輸送がなくなり、転換交付金も底をつく見込みであることから、2005年6月29日に、上岡鉄道は、上岡線を2006年末限りで廃止する方針を決め、2005年8月2日の臨時株主総会で2006年12月1日廃止が正式決定された。この間、フランスの公共交通会社、コネックス、現、ベオリアトランスポールや東京の 旅行会社トラベルプランニングオフィスなどが、日出しに経営異常を申し入れる動きもあったものの、コネックスとの交渉は立ち消え状態になり、トラベルプランニングオフィスは代表者の中岡月が、三井金属工業に対し経営異常を求め、株主代表訴訟を提起していたが後に取り下げた。旅客列車はすべてワンマン運転の各駅停車で、 廃止直前時点で1日に旧往復が運行されていたが、うち3往復は、上岡の市街地を通る上岡鉱山前駅から、奥飛田温泉口駅までのみの運転となっていた。回答書は、井の谷奥飛田温泉口間の8往復だった。廃線間際には、臨時で井の谷まで延長運転された。2005年10月1日に下り井の谷初21時代。 上り奥飛田温泉口発20時代の列車が廃止され、最終が下り井の谷発19時代、上り奥飛田温泉口発18時代に繰り上げられた。井の谷上岡鉱山前館に貨物列車も運転されていたが、2004年に貨物輸送は休止となった。上岡線廃止後、井の谷駅と上岡町を直接結ぶ。 列車代行バスは設定されていないが、井の谷駅前の国道41号線沿いにある、井の谷バス停から、納品バス、富山地鉄バスが運行する路線に乗車するか、東巡回バスに乗車すると、神岡に行くことができる。その他、東海旅客鉄道、JR 東海高山本線の鉱山駅、日田古川駅、 西日本旅客鉄道、JR 西日本北陸新幹線、高山本線、愛の風と山鉄道の富山駅から路線バスで上岡町に行くこともできる。2006年9月、当時の日出し線、坂勝美市長が定例市議会で上岡鉄道廃止後に鉄路を不定期の観光鉄道として存続させる道を模索する意向を表明し、注目を集めた。 同年11月29日には、三井金属工業との間で存続に向けて15億円の寄付、再開後の経営に失敗した場合に必要となる線路撤去費などへの備えなどと軌道の無償譲渡を受けることで大筋合意した。また、2007年1月10日に、東上岡振興事務所内には、上岡鉄道再開準備室を設け、船坂市長は2008年5月には、 観光鉄道として再開させたいと発言。設立から5年後の黒字を目指すとしていたが、2008年2月に行われた市長選挙で、船坂市長は観光鉄道家を含めた原資性を批判する井上の則候補に敗北した。井上新市長は15億円の寄付金は再開に向けてのものとは考えていない。レールや鉄橋は撤去する。と表明しており、 計画再開は非常に困難な見通しとなった。一方、地元の住民グループ、上岡鉄道協力会のメンバーは、廃線の線路上で軌動自転車を運行するレールマウンテンバイクの運行を、公安2007年から東観光協会に東も協力する形で線跡のうち2 9トルで実験運行を開始した。 実験運行は主に土日と祝日で実施され、好評を博したことから、営業日数が徐々に増やされた。2012年からはシーズンを通しての運行となり、運営は NPO 法人の神岡町づくりネットワークに移管された。2013年の利用者は26,249人。2012年には鉄道の日実行委員会の日本鉄道特別賞を受賞した。 人気の高まりに対して、1日8便で310人までしか利用できず、予約が必要な状況になっている。その対策も兼ねて、上岡、町づくりネットワークでは、未使用の配線跡も活用する、旧上岡鉄道の利活用プランを市に提出し、それに対して市は2013年12月から一部区間の安全対策調査を開けした。2016年12月、 東は補正予算に廃線跡を活用したロストラインパーク構想のための費用を盛り込み、シンポジウムの開催と旧上岡鉱山前駅に保存中の車両の中の1両、キロメートルマイナス101を旧飛田温泉口駅に移設する事業を実施するとした。移設の際には廃止以来約10年ぶりに自力走行を実施することが告知され、 予定された2017年4月8日に実際に走行した。今後は奥飛温泉口駅で展示し、冬に入る頃には再び自力走行により、旧上岡鉱山前駅の車庫に戻る。内は国鉄時代の駅名。院は上岡鉄道転換後の新設駅。駅所在地は路線廃止時点のもの。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。